今月5日、高知市のプールで小学生の児童が死亡した事故を受けて総合教育会議が開かれ、教育委員らから厳しい意見が上がりました。本来ならばあってはならない、命を守らなければならない授業中に児童が亡くなるという事故が発生をいたしました。姿勢を預かるものといたしまして深く反省をし、また皆様方にお詫びを申し上げるところでございます。そして児童のご冥福をお祈りし、またこのような事態が二度と起こらないように努めてまいりたいと思います。この会議は今月5日、中学校のプールで行われていた水泳の授業中に児童が溺れて死亡した事故を受けて開かれました。会議で教育委員会は、教員の危機管理や危険意識が足りていなかったことが事故につながったと捉えていると説明。事故の経緯や今後の対応策などについて、委員からは、子どもの命を絶対に守ろうとする責任感がどこかで欠けていたのではないかといった意見や、学校の中で意見が言いづらい環境があったのではないかなど厳しい意見が上がりました。また高知市は今日付で重大事案検証室を設置していて、プールの安全に関する専門家や医師、臨床心理士などからなる第三者による事故検証委員会を早期に立ち上げるとしています。その検証委員会設置のための関連議案を30日に臨時の市議会を開いて諮るということです。